皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということで本日はですね、スペシャルゲストをお迎えしてあなたにお届けするよということで、大石陽子先生でございます。よろしくお願いします。はい、陽子師匠、はい、YouTube すごいことになってますよ。初めてまだ2ヶ月でも3万人超えてるじゃないですか、はい、おかげさまでです。すごいですね。ありがとうございます。僕初めて2ヶ月の時とか20人とか30人だったよ。あの大王様が、うん、僕が YouTube 始めた時だって伸びないもん全然。であのすごいことですよね。はい、大王様のおかげです。いやいやそんなことはないですよ、はい、もう陽子師匠のね、やっぱもう人徳のなせる技ですよ。こういうのはございます。だからこういうのを見てると、はい、後ろにいらっしゃる応援団がすげえ力を持ってんだなっていうのを再認識しますよね。ありがとうございます。僕は人生というのはやっぱりこう目に見えない人たちに支援応援されてないと人生ってうまくいかないっていうのが僕の世界観なんですけど、陽子師匠どうお考えですか。そう思います。いや、ちょっと広げてくださいなんでそう思いますって終わっちゃったよ。なんでこう全然協力する気がないじゃないですか。協力してくださいよそう思います。広げるんですね。広げてください。私は、はい、あのご先祖様、ご先祖様が守ってくれてるなって感じることがいっぱいあります。陽子師匠の場合は神様とかではなく、はい、神様も感じるんですけど、はい、ご先祖様もとっても感じることが。あ、そのご先祖様ってね、無限にいらっしゃいますけど、そのご先祖様のどなた様とかなんか分かったりするんですか。はい、時々夢に出てきたりもするんですけれど、誰が出てくるんですか。父方の人とか。あ、会ったことある人。会ったことないです。会ったことない人が、はいはい、それどうなんでしょうかね。でも何代前か分かんないじゃないですか。分かんないけどもその人出てきて、なんでそれがご先祖様って分かるんですか。感覚。ああ、感覚で、あ、なんとなく、うん、あ、これ父方のご先祖様だとか分かるんですね。はい、感覚で。そういう人名乗ったりしないんですか。あ、名前、わしは国家平米じゃとか。名前は特にはなんですけれど、ね、私父と母の実家が東北の方なんですね、はい、だからお墓参り早々ちょこちょこは、うん、行けないんですよ。だけど何かあった時にやっぱりちょっと行きたくなるんですよね、うん、お参りに行きたくなって、はい、そうするとたまたま行きたかった日が、はい、向こうのその実家の方でみんなで集まってお墓参りする日に決めてた日だったりとか、来月もちょうど行こうと思ってたら、はい、ちょうどその日が親戚一同で集まって工事しようと思ってたんだっていう日だったりとか。そういう偶然ってね、我々平民にはないんですよ。平民って私も平民ですけど我々平民はそういう偶然ないんですよ、はい、なかなかないと決めたらないし、はい、守られていると思ったら、うん、私たち本当に自分の思考が現実化する力がものすごいのに見くびりすぎてるんですよね、うん、で、見くびりおなんだね、はい、ビリオさんでビリオなんだ、はい、だから大概はうちも見くびりおチャンネルも変えなきゃいけない。俺ビリ隊長だ。ビリ隊長大概は自分なんて大した力ないから不思議なことなんて起きないよねという信念を、起きないよねって決めているからない。そう、それを現実化させている。もうじゃあもう奇跡は毎秒起きるぞって心の中で完結していれば、はい、毎秒奇跡はやってくる、はい、で奇跡って私の勝手な信念ですけれど、はい、感謝だと思うんですよね。もうちょっとそれ深く、はい、深い話ですよ。ちょっともっと深掘りしてください。深くないですけれど、はい、感謝が深まれば深まるほど、うん、奇跡が起こるという体感があります。あ、感謝を深めれば深めるほど奇跡がやってくる、はい、じゃあその感謝を深める方法はどのようにしたらいいんですか。私前からお伝えしてるんですけれど、はい、感謝の訓練には、はい、ザ・マジックっていう本が一番おすすめ。感謝の訓練にはザ・マジック、はい、10年以上前に発売されたロンダ・バーンさんっていう、はい、ザ・シークレットっていうあの引き寄せの法則の、ね、こんな分厚いですよね、はい、本当に走りの方の書いた本なんですけれど、これを28日間、うん、あらゆることに感謝するためのワークブックになってるんですけれど、はい、それが本気でかからないとやっつけ感謝になっちゃって。あ、やっつけ感謝は意味がないそうなんですよ。本気でやれば
そう人生変わる。そうやっつけ感謝の人は28日間やっても何の奇跡も起きないんですけれど、はい、でもやっつけ感謝の人は28日間続かないじゃないですか。そうなんですよ、続かない、ね、途中でやめちゃいますよね、はい、じゃあこれを28日間本気でこの感謝というところを深掘りしていけば、はいはい、あなたの人生に奇跡が起きると。はい、陽子師匠はどんな奇跡が起きたんですか。私もこれ何回も取り組んでるんですけれど、はい、1回目に最初に取り組んだ時に、はい、感謝する項目が例えば、うん、健康についてとか、はい、家族についてとか自分にとって嫌な人についてとか、はい、いろんな空気についてとか、うん、いろんな感謝の項目があるんですけれど、はい、その中で一個お金のことに感謝する項目があって、はい、その日はね宇宙銀行に小切手を書きましょうっていうワークがあって、はい、私はね確か30万円あったらすごくありがたいなって当時思ってて、はい、30万円って書いて感謝したんですよ、はい、いろんなことに、はい、そしたら次の日30万円が入りました、はい、どうやって。ありえないところから入ってくるということが当時起きたんですよね。それ誰かの財布から。あ、誰かの財布、あるところから振り込んでいただけることになって、はい、全然俺じゃないです。俺系やっちゃった。いえいえ、とあるところから振り込んで。とあるところに出ましたろ。違います、うん、はい、ある方からいただくことができまして、ね、うん、ということが起きたのが一番最初でした。でもそんなの起きたらびっくりするね、うん、びっくりしました。ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなとこに行くんですよ。いろんなとこ行きますね。はい、8月29日熊本です。熊本久々でございます、はい、そうですね。そして8月30日、鹿児島です。鹿児島、はい、はい、そしてですね、うん、9月23、24でビジネスブートキャンプ in 大阪。そうですね、初めてブートキャンプが大阪に来ますということでね、はい、ビジネスの初歩的なことから今ビジネスをされてるけどうまくいってない方、まあ、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。僕の頭の中を全てあなたに見せるよ。ありがとうございます。ぜひ来てください。その毎日の感謝を私は初めてやり始めて、結構ねやりながら涙出てきたりしてたんですよね。じゃあもう涙出るくらいそこにもう入り込んじゃうってことですね、はい、うん、いかに自分が今まで感謝してなかったかが分かって、分かる、泣けてきた感じでした。マジックとゴールとシークレットって何がどう違うんですか。あ、私はザマジックしかやってない。しかやってないですね、はい。じゃあもうぜひこれをやってみたらあなたの人生に奇跡が降りかかってくるかもしれない。そして人生がうまくいってないのであればもしかしたらあなたの感謝が足りないのかもしれないというところですね。もしかしたらじゃない気がします。あ、もしかしたらじゃないんだ、はい、もしかしてもしかしてどうしたんですか。感謝できてない時って必ず被害者になってると思うんですよね。あ、感謝ができてない時は被害者になっている、はい、で被害者になってるってことは、はい、私が作った現実、うん、私が作った人生じゃなくなってるので、うん、困った人に作られた現実になっちゃってるので、はい、イメージとしては、うん、だからもうどこまで行っても作られた現実、自分で変えられないから。じゃあもう常に自分は加害者だってことを意識しなきゃいけないですね。そうですね、加害。あ、そうなの、今ネタに言ったんだけど。被害者でも加害者でも本当はなくて、うん、ないですよね、自分の人生の創造者だっていうことを。あ、自分の人生の創造者、いい言葉ですね。そうですね、はい、これ忘れないうちにメモっといた方がいいですよ、これ、はい、名言出ましたよ。自分の人生の創造主は自分ですよ。まさしくそうですよね、はい、だって自分の人生自分で作ってるわけですから、はい、その自分の身に降りかかってくることについてああだこうだ文句言うこと自体が間違ってますよね。そう思います。全て自分が引き寄せてることだという、はい、このロジックにさえ気がついていけば、はい、じゃあどうしていけばいいのかっていうことを掘り下げていけばわかるじゃないですか。ということで今日ね素晴らしいお話でございましたよ。ぜひこのねザ・シークレット買っていただいて、ただもうね本が分厚いので多分心折れる方がいらっしゃるかもしれませんけども、はい、1日1章ということですね。あ、そうなんです。だから1日1章 1.8リットル。友達とやるといいですね。友達とやるといい、はい、それはどういうことですか。思考の学校の、はい、結構講師さんはみんなに声をかけて、はい、朝6時とかにズームとか
電話とかでみんなで声かけ合って、今から感謝タイムだよ、今日は1日目やろうねみたいな風にみんなで、あ、朝ズームでそう声かけ合って、あ、じゃあ僕もね、はい、一応の午前3時の手帳の会をやってるんですけど、そこでちょっとみんなと明日の朝ね、ちょっとシークレット持ってこようっていう話をしますよ。誰かのパクリですかね。パクリじゃないと僕始めたんですよ。本当ですか。創始者ですよ。本当ですか。そう、私の、そう、私の会がありますので、そうなんですね、明日の朝皆さんシークレット持ってきてくださいね、忘れないように。もう明日それで、第1章からね、感謝ということについてね、深掘りしていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、汚しはさすがですね。もうよくそんなにつら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 出てきますね。そう、大王様ほどではないですが、はい、ということで今日はこの辺でお別れしたいと思います、はい、ということで陽子師匠、はい、何も考えずに画面に向かってじゃんけんしてください、はい、あ、大王じゃんけんですか。知ってんだ。じゃあ知ってますよ。じゃあ陽子じゃんけんしてください。陽子じゃんけん、陽子じゃんけん、陽子じゃんけんしてください。じゃんけんぽ。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。